皆さん、おはようございます。ティーンダーの脈ボーイ、キングタクです。はーい。新型コロナワクチン、要因が分かりました。1回目接種で抗体が、3つくらい。2回目が、抗体が、2週間後までピークに、4、や10個くらい。8つ、4つ、3つ。半年後には大幅減少もあるそうです。ただ3回目、ブレイクスルー感染になると、ブースター感染になると、再び増加するそうです。はい。ただし変異株、デルタ株や新たに見つかったミュー株には効果が全く効かないそうです。ミュー株。あとはラムダもそうです。はい。追加接種によっていろいろ再びブースターが注目です。はい。ただね、新型コロナワクチン、毎年打たなければいけないです。その理由は確かに新型インフルエンザも毎年打ちましたが、同じです。ほぼ。まあ、状況次第にはなりますがね。はい。流行を繰り返すようならインフルと同じように毎年接種が必要となる可能性が高いです。はい。上昇です。ただ現時点でははっきりはしてません。2回目の接種を確実に広めることが大事です。以上です。バイバイ。